ウォーハンマーウォーハンマーとは、水上の塚頭を備えた打撃用武器である。日本語では、潜水と訳される。競技では特に中世のヨーロッパでかつて用いられた潜水類を指す。基本的な構造は、土と同様で、柄の先に直角に接合された頭を備え、頭の両端のどちらかを相手に打ち付けるようぶって使用する。頭の形状を大別すると、 脳型体や円筒型で、頭の両端が平らな両口形と、片方を平らにして、反対側を鋭利な爪状や、斧状とした片口型の2種類があるが、両口のものはあまり見られず、片口のものが主流であった。打撃を与える面には、凹凸を施したり、平面とせずに、円錐型にしたものもあり、面積を小さくして、衝撃力を集中させ、威力を高めており、 鎧や兜の上からもダメージを与えられるよう作られている。北欧神話では、戦トールが携える武器として、ミョルニルという名のハンマーが登場する。日本では、武蔵坊弁慶が持っていた七種の武器、いわゆる弁慶の七つ道具の一つにも、大土が含まれていたと伝えられている。土は、旧石器時代から使用されていた人類の基本的な工具の一つで、 道具としてのみならず狩猟や戦闘にも使用された。軍隊でも杭を打つのに使用する陣地作成に欠かせない工具であり、キューバでは戦闘にも用いられたものの、純粋に戦闘用としての土、武器としての追が開発、発達したのは中世のヨーロッパが中心となっている。11世紀以降のヨーロッパでは金属製鎧による重装化が進み、 十字軍の戦訓などから、それら堅固な鎧にも有効な打撃武器が見直される、動きが起きた。ウォーハンマーも打撃用武器の一つとして13世紀頃から、使われ始め、14世紀から16世紀にかけては、一般的な武器の一つになっていた。最初は、大気兵用に不評が、両手で使用するながら武器として登場し、その後、騎兵がゲーした、際の補助武器として、さらに、 馬上で使用できるように小型化されたものが登場した。その後、銃が登場すると大型の武器は捨てれたが、その後も騎兵用棒ハンマーはハンガリーやロシアなどの東欧地域でしばらくの間使われ続けた。日本では古来より家計屋と呼ばれる菓子などで作られた大型の木槌が普及していたが、軍人では食い打ちや陣地の構築などに用いられた工具としての他に、 城門や障害物を破壊する武器として用いられた。赤楼氏によるキラテへの打ち入り時に門扉を破るのに使用された。ありがとうございます。